カズオ、カズオ。なんだよ朝っぱらから。ああチュパカブラ。おい海に行くぞ。ちょっと待ってよ、今日はお盆だから遊びに行けないよ。なんだよお盆って、新手のサブスクリプションサービスか。なんだ知らないの。お盆っていうのはね、自分たちの先祖が家に帰ってくるからそれを迎える風習だよ。宗派によってやり方は様々だけど、ご先祖が迷わないように迎え火を玄関で炊いたり。みんなが炊いたらどれが自分の家かわかんないじゃねえかよ。ご先祖の乗り物としてナスやキュウリで作った牛馬を備えたりするんだ。マジで、この食べ放題のサブスクプランだと思って食べちゃったよ。そんなサブスクあるかい。まあ、とにかく海行くぞ。海。誰もいないね。みんなお盆で忙しいのかな。いいじゃないか、プライベートビーチみたいだ。さあ泳ぐぞ。おいおい、お盆に海に入ると足を引っ張られるぞ。いや普段からこいつに足を引っ張られてるから気にならないよ。僕が引っ張ってるの。そうじゃねえよ、悪霊にだよ。悪霊。キュキュ。面白そうだな。もうちょっと詳しく話を聞こうか。いいか、お盆はご先祖様帰ってくる行事だってのは知ってるよな。バカにすんな、それくらい知ってるよ。ついさっき僕が教えたんだけどね。でもな、身元のわからない水死体ってのは家に帰ることもできず、このお盆になると海辺を漂ってるんだ。アウトドア派ってやつだな。こんな話がある。ある若者たちがお盆に海に入って遊んでいたんだ。浅瀬で突如一人の男性がスポンと海に引き込まれていったんだ。まさか溺れたとも思えない他の仲間はそのまま放っておいたのだが、いくら待っても浮かび上がってこない。こりゃおかしいってことで慌ててその男性を引き上げたんだ。男性はすっかり意識を失い、みんなは大急ぎで岸に引き上げて人工呼吸をした。必死の解放の甲斐あって男性の意識は戻ったんだが、その背中にはびっしりと子供くらいの大きさの手形がいくつもついていたそうだ。怖い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 。何何なのこのうなり声は。ってチュパカブラビビってんのかよ。面白い、確かめてみようぜカズオ。何言ってんの、相手は悪霊だよ。俺たちはチームバッテンだぞ。こういう謎や超常現象の正体を暴くサブスクリプションサービスだろ。もうサブスクって言いたいだけでしょ。やめておけ、何があっても死なんぞ。こにゃらー。相手出て何すんだ。吉田くん何してんの。あれ本当にただのおっさんだ。こういう途中に出てくるおっさんが実は悪霊っていうよくある展開だと思ってた。違うわ、まったくもう。とにかくこいつは何とかしてくれ。吉田くん、これ一体何なの。見ればわかるだろ、お前を餌に悪霊釣り上げんだ。ちょっと待ってよ、なんで僕が悪霊フィッシングの餌なんだよ。というか悪霊フィッシングなんて初めて聞いたよ。じゃあ他に何か方法あんのかよ。方法の問題じゃないよ、なんで僕が餌なんだよ。公平にじゃんけんで決めるとかないの。わかった、公平に多数決で決めよう。餌はカズオでいいと思う人。はいカズオで決定。ひどいよ、カズの暴力だよ。わかったよ、じゃあ30分経ったら交代してやるよ。眠っちまった。おいカズオ、引き込まれちゃったか。なんで寝てるの、死ぬところだったよ。まあいいじゃんか、死んでないんだからよ。でもすごく背中が痛いんだよ、ちょっと見てくれないか。お、まさか手形が。どうなってるの。これクラゲの仕業だよ。クラゲ。お盆の時期から海にはクラゲが出るんだよ。お盆に海に入っちゃいけないっていうのはクラゲに刺されるからやめろという教訓なんだよ。そうか、普通にクラゲが出るって言われた方が海に入らないのに。まあそうだよね。うわー、本物の幽霊だ。キュキュー、乗せてくれ。俺も。うわー、なんだ。キュキュー。あー、お盆で海に潜っていたらクラゲの大群がすごくて無理だよこんな海。なるほど、こういうことか。何が。お盆に海に入ると悪霊で大量だ。いや落ちてないから。落ちろ。うわー。